広島さん、4中日、29日、マツダスタジアム、逆転 CS を目指す4位、広島が痛恨の逆転負けでセリーグタイ記録となる月間に10敗目を喫した。大苦戦の9月を5勝20敗で終えた。写真、まさかのけん制にベースで正座するノマショックがにじむ9回に守護神、栗林がブライトに痛恨の勝ち越し弾を浴びた。ちぐはぐな攻めも目立ち、 2回はニラサワが3塁のオーバーランで走塁し。3回と5回には野間が相手バッテリーのピックオフプレーに引っかかり、2度にわたって牽制しした。ミスで流れを失い続けた。荒井監督の主な一問一答は以下、一発を警戒する場面で被弾が。まああそこはね、勝負に行っているわけだから。勝負に行って打たれているわけだから。そこは勝負に行って負けたということ。うん。 野間が2回刺された。気の抜けたプレーではないと思うけど、やっぱりに3年目の選手ではないんでね。あそこは大いに反省してもらいたいと思います。月間20杯、これも全ての自分の未熟さが招いた結果だと思うんで、自分がしっかり反省してこの悔しさを忘れずに持っていきたいと思います。